企業魂、番組ナビゲーターの高村さくらです。皆さんは税制改正により平成27年1月1日から新しい相続税が適用されることをご存知ですか？この改正により都心などに持ち家のあるおよそ3人に1人が相続税の対象になるとの見方もあり、対象者は大幅に増えることになります。このような状況に伴い税理士などへの相談が増えることが予想されます。企業魂、今回は日本一わかりやすい会計事務所を目指しおよそ50年、相続から企業経営まで幅広く貢献してきた会計事務所を追いました。大田区大森、この大森駅からわずか1分という距離に益子会計事務所がある。社員数14名、経験豊富な税理士たちが相続、事業承継、会社設立、経営相談、会計 IT 化などに手腕を発揮する。創業は昭和34年。父親が築いた地域から愛される事務所をさらに発展すべく意識改革に努め、今日を築いたのが益子所長だ。東証一部上場企業の社外取締役でもある。その思いの筆頭にあるのが、お客様にとって垣根の高いと思われている会計事務所のイメージを払拭するべく、日本一分かりやすい会計事務所を目指すことにある。人の育成が会計事務所の成長につながっていきます。その人の良い点をさらに伸ばしていってあげるということと、分かりやすく説明することができるように教育をしていくと。分かりやすい説明というのは、まずそのお客様に対して特に専門用語を使わないで、普通の言葉で語りかけていくということが重要だと思っています。平成27年からの相続税改正に向け、視聴者の不安を煽る報道が過熱している。益子会計事務所はそのような不安を解消するため、毎月1回土曜日終日、相続無料相談日を開催し、相続税専門の税理士たちが丁寧に分かりやすく説明する。うちの事務所では幸せな相続ということをメインテーマに置いております。税金だけの問題ではなくて、皆さんの思いですね、財産を残される方の思い、財産を受け取られる方の将来のことも考えた上でのアドバイスを心がけております。相続相談をされた方に話を聞いてみた。きちっと計測をしていただいて、滞りなくやっていただいたということは非常に良かったなと思います。で、相続税に関しての試算の方も先生方がきちっとやっていただいてたために、私どもは安心して、ね、お任せできたというのが現状でございます。世代交代で第二創業期を迎える企業も増えた。益子会計事務所は厳しい時代を勝ち残る、今を守り未来を作る経営者を育成する改革経営塾の開催をサポートし、新たに3期生がスタートする。私どものお客様で、ある日突然、明日からお前が社長でと言われた2代目経営者の方がいらっしゃいました。その経営者の悩みを共有するために新たな場を作ろうと思ったきっかけで始めたのが改革経営塾です。改革経営塾に参加された塾生の声を聞いてみた。もちろん経営の基礎的な経営の勉強というのはもちろんなんですけども、いろんな経験だったり、いろんな引き出しっていうのは必ず必要なことだと思うので、いろんな方の話を聞いて勉強していきたいなっていうのがありますね。それぞれ事業っていうものは皆さんオリジナルだと思ってる部分がこうあるかと思うんですが、皆さんと話して思うことは、共通する部分は確かにあるなと。で、そしてすぐに役立てられるものもあれば、将来役に立つものもあるんだなということを感じました。益子会計事務所はお客様と共に考え、共に成長、発展していくために様々な取り組みを行っている。